こんばんは。今日もやってまいりました、マジェスティのユーゼネビーキということで、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、こんばんは。よいしょー、よいしょー。はい、やってまいりましたね。いないけど全然いないけど全然本当はこの下に出てるハヤトさん、ヤスさん、俺、そしてリオン、まあが出る予定だったんですけど、なぜか開始1分前で俺とヤスさんしかいないっていう、すごい意味わかんないこのあれがあったんですけど、まあようやくリオも来てくれてこうやってやってるんですけどね。え、待って、何も決めないけど大丈夫これ？そうなんですよ、何も。ベージュの人は僕レイヤー君です。僕レイヤーですね。僕がここの人です。あ、そういうことだね。もうちょいこっち来る、もうちょいこっち来たの、ちょうど。あ、でもまあ別に俺はレイヤーっていう感じなんで。はい、よいしょ。タイトルマジェスティだけになったのなんでっていうのは、なんかその独立したんですよね、ニューゼレから。ニューゼレからじゃねえ、まあ、とりあえず俺らが、毎週火曜日この時間、うんこ、いや、なんで知ってんの俺今日ね。そう、ずっとね、トイレ今日3回行ってね、お尻めちゃくちゃ痛いっていう、はい、それだけなんです。あ、それそれ、え、嘘だ、違うでしょ。で今もね、これ始まる前に行ってきたの、すぐトイレしたんだけども、うん、お尻出すぎて吹けない。それ言ったわけじゃないっしょ、うん、まあ分かんないけど、てか、本当にね、今日のマジェス、今日の、ね、すごいね、ニコ生、すごいね、すごい、何も決めてないこのシュールな感じなんですけど、とりあえずさっき来て、はい、なんか始まったぜみたいな、始まったぜみたいな感じなんですけど、まあ、独立したっていうか、毎回その、ニューゼリークイーンとマジェスティだったんですが、それがマジェスティが、じゃねえ、クイーンが、まあ、吸収されましたので、マジェスティだけになったっていう、はい、という形だと、はい、それだけでした。話なんですが、独立したっていうか、まあ、クイーンがいなくなったというか、いなくなったからマジェスティが個体になったっていう、大人の事情なのかな。それだけですね。独立はちょっと言い過ぎですけど、はい、ニュージェネですよ。はい、マジェスティはニュージェネレーションプロ。これはもうとりあえずノープランで拾いまくって、まあそれもありですよね。今日は本当にノープランなんで、コメントをめちゃくちゃしてもらえるとそれ全部拾っていくんでね。はい、もうコメントしてください、本当に頼みます。ネタ、僕たち何喋っていいか分かんない。何喋ろう。でも最近一本グランプリの動画をずっと見てて、ああ一本グランプリめっちゃやりたいなーとか。分かります、できねえだろ絶対。一本グランプリ、確かに頭いいっすよね、やってる人。あれすごい、本当に。何歳誰がっすか。みんな、はい、こっちからちゃんちゃん。僕今年であれっすね、29です。まあ嘘ですけど、ちゃんちゃん。 MC は今回多分ないです。 MC ないですね、はい、自由です。今日リュウジもいないです、今日。はい、もうなんか普通に自由になんかフリートークみたいな、フリートークそういう感じです。みんな何へリュウジいないです今日。好きだな、リュウジファンが。リュウジファン多いです。2人ぐらいいるかな。あ、でも、はい、みんな地獄で。あ、2人いるよ。あの ID が違うってことね。そうですね、俺らみんなさ、はい、あれじゃない、あんま出たことないメンバーじゃない。あんま、まあ、まあ確かに最近になってやっと出るようになったみたいな。彼が多分一番出てると僕は思うんですけど、まあ、確かに多分俺が2番目で3番目みたいな。あ、これ ID があるんだ。やっさんは最近になってやっと出る感じだというイメージは。イケメンすぎて辛いってコメントするのにハマってます。まあ、先ほどリュウジ、今日リュウジはって聞いてくれた人が、はい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 、めっちゃお知りたい、本当のお知りたい、うるさいな。字だね、字。え、なんかね、今日はほんとフリートークですよ。いつもみたいにわやわやしてないんで、今日はゆっくりこのまったりね、行こうかなっていう。
切れ字、イボ字でも切れ字でもないんですけど、ただ今日トイレ行きすぎてお尻結構僕が拭いちゃう人なんですよ。ああ、強めにね、強めに拭いちゃう、ゴシ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 系ね。俺もそうだな。それでなんかなっこうなっちゃったっていう。うるさこれなかったね。これ1回なんで、これうるさぶ右の人、草みたい、髪が俺かな、多分ね、確かに、まあ、草みたいだね。ちょっとアッシュなんでね、あの緑っぽく見えて、さらに草っぽく WW ってね、ちょうど草が生えてるみたいなんですけども、みんなあれだね、髪の色全然違う、はい、違う。何かしろよ。何しよう。脱ぎます。いいです、そういうの。え、マジ何しよう。せっかく来てたのに、本当ですよね。まあでも僕も今日はなんか予定、まあプランがあるって決まってるって聞いててきたんで、一発ギャグを思いついた人からどちらかのボタンを。おめえがやれよ。そういうことですね。おめえがやれ。じゃあリオンがやって、あの見てる人全員笑わせるっていう。あ、違う、面白いで。やろ。しさおばん。こんな感じですね。うわー寒ー。どうしたら乳でかくなる。それはね、揉んだらいいんじゃない。うまい人に揉んだらいいと思う。うまいじゃん、好きな人にやってもらうと、あの分泌されて、まあ駆け飛んだやつを見つけた時に詰める一言提案。駆け飛んだやつを見つけた時に詰める一言。忘れちゃったのかなーって優しめ。 今のもう一回やって。だって膝のバーッ、全力で、全力で。いや全力だったけどね、さっきも。全力でください。膝をバーッ。まあいいじゃん、もうそれは、まあ、もういいじゃん、まあ、もういいじゃん、まあ、正直俺からしたらもう驚きを隠せないっていうのはあれだ。もういいじゃん、もういいじゃん、もういいじゃん。もうだって別に何それ、それ何、それ何だって。あの一応一発ギャグですね、うん、一本じゃない、一本じゃない、あと一回、あと一回だけ、あと一回だけ。もう膝を、膝をバン。くしゃみするなし、ね、くしゃみするなし。膝をまではすごい言うんだけど、バンみたいな、うん、柔らかいんですよね。そうなんだよ、優しい、優しいな、みんな多分優しいんですよね。今日出てる人みんななんかね、顔がなんか似たり寄ったりみたいなことありますからね。薄い目のね、今日薄めなんで、みんな、みんな薄め。肘をドンやって、いつもの誰。肘をドンってある。何肘をドン。え、肘をドンやって、いつものって。え、いつもやってるやつじゃん俺が。え、お前やってるじゃん。やってやって。332211肘だと。あ、それいつもやってんの知らなかった。やってもいつもやってるじゃん俺が。やってるよ。え、誰誰、気になる、気になる。もうさすがに分かってる、ね、分かんないよ、見たことないよ。でしょ、それそれ、ほんとそれ。肘それ俺パクリみたいになっちゃうやん。俺がパクったみたいになっちゃうでしょ。意味わかんない感じなんですけどね。ねえ、それそれ、本当に。まあでも、一本ありがとうございます。今日もね、めっちゃ面白い。もうなんか、もう打ってる顎食いしやがる。もうずっと常にされてるから、彼の場合は。そう彼の場合、顎食いずっとされてるから、こうやってずっと。てか、顎食いされてるっていうか、もう、うん、ね、リオンの顎にグイグイ、グイグイじゃない。ひさ、左の人のネタに期待。まあそうなっちゃうんでしょうね。何、俺のことやすさんのアゲポヨに似てるって何。あ、これ違う、アゲポヨ違う。決めてよね、やす、決めてよね。何を早くやって。何を一発系やんねえよ。まあでしょうな、ね、おお、すごい、もうド S、ド S、 顔丼まで332211。顔丼、顔丼って何。顔丼よくわかんない。揚げぽよってヤバいバー店員がいるんだよ。へー、バーなんだ。今日めっちゃシュールだ。へー、今日逆にバー店員、そこ引きずる。バー店員っぽいってこと。いや、バー店員ってか、お前はなんか全然バー店員。顔丼、あ、そういうこと。お待たせしましたみたいなこと。やってよ、今やってよ。お待たせしましたみたいなこと。やってよ、顔丼、顔丼。誰がね、本当にね、シュールっていう。今日の感じやばいねっていうか
まあ、やばくしちゃってるんですね、多分確実。わざとなの？わざと。たまにはこういうシュールなのもまあいいんじゃないかなと思う。嫌じゃない、あのよいしょ、要はあれ、あれ嫌いだけど、ぶらり途中下車みたいな感じですよ。ああ、シュールにまったりね、まったり何も決めずにやるっていうのも。今日プリン食べてないんですよ、まだ。しじみラーメンを食べてきました。プリンのやつがあるの？毎日プリンかゼリーは食べてます。なんなのそれ。甘いものが好きって言うか、うん、歯茎？誰？俺？しじみラーメン美味しい。しじみラーメン、しじみラーメンは美味しい。美味しい。今日僕しじみ汁飲んだんで。そう、顔ね、塩なんで。なんかあのしじみラーメンはね、替え玉してからが美味しいね。そうじゃないとあの麺が柔らかい。替え玉するとおんおん、ちゃんと歯ごたえある。顔塩ってどういうこと？顔塩、え、薄すぎて塩。じゃリオンは塩顔とか水顔だよね。いや、水はどういうことなの？水顔もう味しない、もう当たり障りマジで全くないみたいな。だからなんかまあね、二日酔いにいいのかもしれない。しじみラーメンの唐揚げ美味しい。しじみラーメン唐揚げあることさえ知らなかった。しじみラーメンもあれは美味しくないんだけど、しじみラーメンの唐揚げが美味しいやつね。あれよくあのサブが美味しいってやつね。ああるよね、サブカルチャーが。なんかあのなんだっけ、一蘭もゆで卵が美味しいってね聞きましたけれども、うん、いやしじみラーメンの唐揚げもうしじみ多分来ないよ。でもなんか今日見たらしじみラーメン屋さんのあのね、お金入れて買うやつなんだけど、しじみ水餃子ってやつがあって、餃子にしじみ入れんの？多分寝てっかららしいです。らしいです、らしいです。出たがりなんで、しじみ目を出たのね。しじみ、確かにしじみ目だけども、一覧うまいね。それは確かにしじみ目だけだ。一覧、いや一蘭ね、なんかでも一蘭って実際味違うんですよ。しじみ水餃子、ね、水餃子、しじみ汁餃子、しじみ。でも僕あの縮れ麺しか食べれないんで、一蘭のストレート麺は僕絶対食べれないですね、残念ながら。まああのあなたが一蘭食べれるか食べれないかはそこまでどうでもいいかなと思うんです。いやリアクションしてくんないか、リアクションをしてくんない。一蘭はでもね、一蘭って今の時間やってんの？いや、やってますよ。24時間めっちゃ並んでますよね。いやでもこの時間はね、並んでないんだよ。だからもう並ぶ人の理解、あれが理解できない。もう遅い時間とか、ね、美味しいからね。まあだろうね。だから俺一蘭とか行くならトンチンとかのが好きだもん。いやまあ俺もトンチンのが好きだけど、なんならトンチンとジローこう競ってるぐらい。いや、ジローはもうね、ジロリアになりかけてるから。寸胴屋もだから、あのストレートだから。寸胴屋好きな人いるよね。俺も寸胴好きだな。寸胴屋は、あ、確かに、うん、飽きる。なんかたまに行くといいけど、多分ずっとは。あの寸胴屋の野菜が好き、純粋な。あの辛いやつありますよね。え、野菜って言ったら俺多分あの小次郎の野菜ってあれでしょ。だから高菜のやつ、高菜っす。あれはうまい。あ、あれね、お前なんだ。あれはうまい。高菜野菜じゃないよ、あれは高菜だよ。ジローはまずい。まあ、ジロー、ジローの話したもんね。まずいんだけどね、なんかね、ジローはまずいんだけど、なんか久しぶりに行きたくなっちゃう。うん、足かゆいっす、足かゆいっす。さっきの書いてたもん、うん、書いてた。やめとけや、まあ、足かゆい、うん、野菜だけど野菜なって呼ばない。そうね。あ、ツルトンタンも好き。なんでツルトンタンってあんな高いんだろうね。高い。竹虎も好き。竹虎の去年あった竹虎のか、え、夏限定のごまなんちゃらみたいなやつ。ごまタンタンつけ麺でしょ。それがすごい好きで、うんうんうん、俺それを毎回食べに行ったんだけど、うん、去年それがなくなってることに気づいて、メンテンって何？メンテンって何？それから行かなくなりましたね、竹虎には。だいたいいつも残す。殺伐としてるね、確かに。ジローなんか黙々と食ってるもんね、ジローってね。殺伐感がすごいよね。殺伐感すごい。まあ入り口があんな感じだからいけないんじゃない？だって竹虎みたいにさ、個室とかだったらめっちゃワヤワヤしてるやん。中本行ったことない、うん。はい、まあ飯テロを行ってしまって申し訳ないんですが、そろそろそのお腹空いた状態で CM の方を挟んでおきたいとどう思います。
The largest program on YouTube in history. Which is it? Overpass.計画に乗るか不可能だろ役所だろ裏切り話だよその通り揃ったはいよいしょラーメン話まあね続いておりましたパチ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 みんなみんなちょうだいパチパチみんなでも見てくれる人がいることが嬉しいそうですね、まあ、確かに確かに割とそのこんなシュールな感じですけど、うん、まあなんかでもみんなね見てくれてる行ってみようとか言ってるからまあまあ結果的に良かったんじゃないですかまた寝れなかったんだよなんかまた強がんなくていいよ本当に見たかったんだからもう強がんなくていいよよいしょもっともっと褒めてもっと褒めてもっと褒めてもっと褒めないと褒めると伸びるタイプでしょ褒めると伸びるから、うん、別にでしょうなけなされても伸びるけどそれは気持ち悪いでもレイヤーのこと分かってるってことはレイヤーのこと知ってるってことこの真ん中じゃないまあでしょうねまあ多分そうですよね実はこの番組楽しみとこう楽しみなんて口が裂けても言えないなんてもうかわいいかわいいもうほんとツンデレだなほんとツンデレだなもうそのもうツン99の1デレその1デレはもうレベル高いすごい嘘だ無理で99はだってもう多分しょげちゃうツンツンデレくらいかなあツンツンデレ最高だよねベストだねベストツン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 デレくらいもいいけどね、うん、ツンツンデレベスト言うたのになんでその後言うねん違うでしょそれはレイヤー色濃い、まあ、どうなんでしょう僕もその営業法でもいいね色濃いってなんかどこまで行ったらみたいなとこあるか、ね、いや僕割とツンデレタイプではないですね僕あのどっちワンちゃんがすごい犬がすごい大好きなんで猫と犬って言ったら絶対に犬なんですよなんでかって言ったら猫は調子いいからちょっと可愛がってもらったらすぐなんか散歩しちゃうんであいつは、ね、犬に関してはもうずっともう俺犬飼ってたんですけどもう帰ってくるともうすごいもう帰ってきた瞬間もう入り口でこう何飼ってたの僕ゴールデンレトリーバーとあーいいねあとラブラドールレトリーバー飼ってたんですけどまあ大型犬が好きなんですけどはいあの帰ってきた瞬間のワンバカ野郎そうそのあの猫のねあ犬のねあの甘えてずっと甘えてくる感じがとても好きなんで、うん、でもあまあでも確かにね猫はなんかあの気まぐれだよね甘えてくるときは、うんなんか甘えてきたと思ってよしよしよしって撫でるともうどこ行っちゃったおいおいおいねレイヤー犬っぽいなんかね僕犬っぽいっていうか間抜けな犬っては言われますね確かに犬っぽいかっこいい犬じゃなくて、うん、結構間抜けな犬ってはよく言われます、はい、変な犬薄い顔って結構犬顔って言われるよね、うん、俺ラブラドールっぽいってよく言われるもんラブラドールかわいいじゃあよかったじゃんめちゃくちゃ嬉しいねもう犬うん、犬見るとね声変わっちゃうんですよもうあでも分かるそれは一人でこう買い物に行ってて、うんあのうん、犬とか歩ってると「なんだなんだなんだ」あ分かるでも俺は猫でそれなるあの野良猫とかで可愛いのいると「ええー、みんなにやってんだ」声高くなっちゃうのは分かる可愛い犬の散歩してる女子って可愛くない好きなのあーまあでもなんかあのグラサンして犬の散歩する人はあんまり好きくない朝ね特にいやうんまあうん朝なんか朝ならまだいいんだけど暗いのにグラサンして散歩するのは何なんだって思っちゃうまあすっぴんだからとかなのかもしんないけどね、まあ、うん
いや、暗くてグラサンしてる人する人いるんだよ ね, ね特になんか大久保のドンキ近くとかがいるっていうね、うん、夕方なのにだから有名人なんでしょうね、多分。ああ、まあそういうことなのかもね、うん、だからもう、うん、東京に来て一番謎だったのが、うん、夜でもグラサンをしてる人を見るといるよね、すごい謎だなと思ったんですけど、うん、ようやくまあ顔が残念なのか、はたまた本当に有名人なのか。でもあの本当にね、自称有名人っていうところで思い出したんだけど、あのまあいろいろ理由があってなら分かるんだけど、理由別に特にないのにツイッターに鍵をかける人がよく分かんない。別にそれはプライベートとして持っておきたいから鍵かけるだけであるから、別に有名人とかそういうのじゃないと思う。いや分かるけど、なんか隠す意味あるみたいな。なんかまあね、まあいろいろ理由あるなら分かるんだけど、例えばなんか理由がなかったら鍵はつけないからね。多分その身内だけとかそういうのがあるからつけるだけであって、ほんま当たり前でしょ。ほんま意味ないのに鍵かける人いないですもんね、そもそも。いやなんか地元で高校の頃とかに鍵かけてる人がいても、いや高校生で鍵かける意味が分かんない。他人に見られたくね、思っちゃった。それなんだよ、別にそれを分かんないっていうのが俺謎だもんだ。そうだ、ね、マジで。でもこの鍵を鍵かけるぐらいならすんなよっていう、うん、まあ、確かにね、それもまああるけどな。そうそうそう、うん、別になんかそんな、まあね、まあ言い過ぎもよくないですね、本当にね。見られたくないなら晒さなければ。あ、よく読めるね。そうだ、うん、ね、やっぱプライベートはプライベートで持ちたい人いますからね。まあ、だからそのすぐ出てくるからとか理由があるなら分かるんですけどね。多分それしかないんじゃない、その新規いらないとかね、うん、あの、あ、いるんだ、仲いい人だけでいいですって人はそうなるよね、うん、別に俺は否定はしない。あ、そう、うん、全然むしろ。でも別になんか鍵かけてないけど新しくフォローとかされないよ。それはお前の知名度の低さでしょ。まあロムってるだけだからっていう可能性もあるけどね、うん、俺は結構ロムルタイプだ、うん、俺もロムルね。もう全然多分リツイートぐらいしかしない。ロムル自分でつぶやきは絶対しない。ツイッターをこう見て見るだけみたい、見て楽しむだけみたい。自分でこう書かないみたいな、自分ではつぶやきしないみたいな。いや僕最近覚えましたよ、ロムルって言葉。あ、そうなの。俺結構前から知ってた。3ヶ月前くらいにロムルって初めて覚えて、お使う最近。まあ最近ね、ツイッターとかやってねえからさ。いや、やんなくていいと思いますけどね、別にね。やってる人は多分その周りとのコミュニケーションをね取りたいんでしょうね、多分、うん、その近所報告ですね、周りの友達とか身内の近所報告を見て、ね、まあなんかあったらまあ連絡をしてみるとか、そういうのじゃないかなと思ったんですけど。あーね、あれあれあれ、誕生日だったんだよとか、うんうん、あ、誕生日だったんだよ、犬がワンちゃん、子犬見ました、おめでとうみたいな、そういうの、ただそれだけのことですよ。そうそうそう、あんまり意味はないと。なんかこう、そのぐらいで楽しめたらいいんだけどね、一番は。その、そういう。結構ね、コメント読んでなかった、全然。確かに。ホスト辞めたら何するの？はい。だからそれはでも難しいよね。なんだろうね。まあ僕は、近況報告ね。近況報告、うん、何する？多分僕はあれですね、うん、もうやっぱラーメン屋かな。あ、でも悪くないな。なんかラーメン屋さ、だって自分で始めたら自分のこう一番食べたいラーメンって作れるじゃん。例えば新聞、いや、作るんじゃないですか。それかなんかそのなんだろう、うん、なんかその便利アイテムを作って、うんうん、ドンとあの特許みたいに特許を取って、あとずっとこうやって遊んで暮らす、遊んで暮らすっていうか、いや簡単じゃないからね。海外に行きたいですね、僕は。あ、でも海外行ってみたいね、うんうん、ヤストリオンは。僕はラーメン屋か海外っていうあれが、もしお金が貯まったらバックパッカーやってみたいなみたいなのありますけどね、僕は。何ですか？そのまあ、最低限の荷物と自分の身を持って旅行に行く。あ、それすごい。まあ、その旅行のやつ、旅行行って、そのもうなんかそんな必要、あまりにも多くの金は持っていかずにみたいな。リオンは多分無理だと思う。絶対できないで。え、あのバカすぎるって多分無理だと思う、彼は。
まあ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 、あれでもやってみて、あとね、僕ニートじゃなくて辞めたら何かしたい一番あった、ね、ラーメン屋はもちろんやりたいんだけど、うん、一番やりたいのはまあいろんなところに行きたい、はい、登山、おー、あとスカイダイビング、あとスカイダイビングやってみたい、あとロッククライミング、あーはーはー、スキューバダイビング、こういうね、パワースポットとかに行って、この知らない世界をできるだけ少なくして、人生の経験としてというかね、みたいな感じでしょうかね。いいね、いいね。割と僕はスポーツすごい好きなんで、そういうことをやりたいですね。あれやってみたいよね。お金とかに余裕があったら、海で、手だっけな、足だっけな、に水バーって出る機械をつけて、ブーってやるやつ、 あるね、あれやったのすごい楽しそう、あれがジェットから引っ張ってるんだよ、あれ、あ、そうなのか、ジェットからこうホース引いて、うん、ここにつけてるから、だから近くにジェットがいないとダメなんだよ、あ、そうなんだ、そんな金かかんないでしょ、あれでも高いらしいっすよ、いや高そうじゃないですか、高いっすよ、絶対高い気がする、あれ、ね、何十万かはする気がする、一回多分その遊ぶのにはそんなかかんないけど、まあ一式買ったら数百万かかりますよね、あ、そうなんだ、だってジェットはだって高いじゃん、あれを買うわけね、あ、買うと、あ、あ、あらまあ、もうそんな時間、今日早かったなんか、長すぎたかな、みんな人生で一番高かった買い物何、ね、うん、僕はなんだろう、なんですかね、わかんないっすね、なんかそう言われると分かんないね、もうなんか割と早かった今日、なんか雑談みたいな感じでした、まあでもなんかそれなりにいい感じだったんじゃないかなみたいな、うん、なんか今日良かったっすね、ね、割となんかこういう感じも悪くないっていうことね、悪くないっていうのは雑談が一番いいかもね、寂しいね、まあ、確かにこっち一回、本当はここ俺なんだけどね、まあ確かに、いや俺がここだよ、だから企画よりも面白かった、本当ですか、ありがとうございます、ありがとうございます、まあこれからもまたたまにこういう雑談系がね、そう、あればな、まあ、できたらいいかなと思っております、はい、それではまたということで来週ありがとうございました、マジェスティのニュージェルビーキー、はい、リンさんのバス停が21日ありますので、ありがとう、ぜひ本当最後か、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この場所が歌舞伎町のど真ん中だ。